こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は天才投手作成、右投げ両打ちの投手、フォームは神高、好きな球団は青いから手汗ボールマリンボールを狙ってロッテでいきたいと思います。ということで今日も天才カードで頑張りましょう。さあ行こう。いいんじゃない。はい、118、ちょっち低いね。球速があと1キロあれば超ど真ん中だったね。コンスタは普通すぎる普通。うちっち切れ脱さんと、やる気ボーナス欲しいんだけどな。赤マス踏むのが怖いので縦スラとスライダーと OK。 はい、まあでも言っとくかな。どうしようかな。待てよ、これ先こっちだね。先こっち行って、ウェーイ、減少。シャッフルも結局ね、する。なんでや。ハテナマス。どうしてだ。積極。うわ、弱いんだ。これでハテナ行って。よしよしよし、それ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 。あー、来たね来たね。変化球が来たとなると、脱三振。回復するじゃん。で、ハテナ行くじゃん。よし。で、やる気ボーナスを取ってから変化球。それが理想です。うわ、うんま。オッケー、オッケー。うん。赤1個はもう、ほんとしょうがない。ね。で、2段階。いかない。残念ですね。からの、まだハテナは残してるのよ。男のロマン。それはハテナ。なくなったな。すべてなくなったな。ヒーリングが動かない。渋い。渋すぎるぜ。変化球はいい感じなんだけどね。球速だね。全然上がってねえわ。で、ステージ2と。おー、変化球はない。シャッフルだな。後ろから失礼して、打球反応ね。オッケーオッケー。回復が絶対位置が悪いけども、行く。ドン。オッケー。じゃあ回ろうか。ナイスヒーリング。からの。うん、減少めっちゃ引くね。天才ってこんな引く？1,2,3,4,5,6,7,8,9。ダメか。いや、いけるいける。俺は信じている。オーケーオーケーオーケー。うん、ステージ1にはね、悪いことが起きにくい理論なので、これでいい。全然あり。ただ、球速。ただ、球速だ。問題は球速だ。マップの形が悪い。何かトラッキー。あ、いいね。激レアくん。来ましたね。縦ナマスでね、悪いこと起きないステージなので、うん。ただ、ただ、回復量も逆に10が出ないというステージなので、うん、回復も見込みづらいと。嘘だ。何が何かとラッキーだよ。おつらすぎでしょ。で、ジャイロボール取るじゃん。あげるじゃん。2段階いけや。やばい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 。ナイスヒーリング。1,2,3,4,5。いけるけどね。拾う。いや、いやいや、つまらん、つまらん。いや、何かとラッキーを全然何かとラッキーしてないという意見。どうしましょう。さあ、ステージ4。青いが来て同じ九州。さあ、どうだい？でーん。うわ、最悪だな。会えないじゃん。青。青は嬉しいが、変化球も出てきたね。いや、これはシャッフルかな。いや、いや、違う。理想はこのルートだ。カレンなど気にするな、このルートだ。オーケー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 。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。いやー、そうなると、一回下に逃げるというルートがなくなってしまう。さあ、上に飛ばしてもらって、ハテナマスの上と。あ、いいね。素晴らしいですね、カレンさん。やればできる YDK な子ですね。うわ、今じゃないんだよな。もうちょっち待っててくれや。しかも下。助けんの遅いんだわ。1,2,3,4,5,6。いや、これはもう赤踏んででもね、行きましょう。スタミナ。うん、スライダーに縦スラとかね、リアルでね、いいね。いや、あと球速が5キロぐらい上がればリアルにいそうな選手になって。うん、大ペナの回しがいがない。変化球がね、止まる。で、振ってくる。初手ロック。いやー、初手ロック、ここでしょ、普通は。で、あって、
ポカフェ、なんかリアルだな。ジャイロ以外めちゃめちゃリアル。後ろから失礼して、お、変化球3球、ありがたいね。え、普通になんか綺麗な選手になった。スタミナ、ただまだ伸びしろを考えると寂しいね。1,2,3,4,5,6 ってことは1個だけいけるね。ハテナマス、はい、拾う。プロ入り拾えたら神だったが、ダメだな。はい、あるんです、まだあるんです。お、カレンさんが、カレンさんがやられてる。いや、動かないわ。ダメ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 。変化球、うわー、ありがたい。7 3 7 3 7、4 6か、4 6か、どうしよっかな。いや、最後今ここシャッフルいけばよかったね、シンプルに。で、次絶対ロックオンされるが、待てよ、選手に会えればロックオンされる価値はある。だが1,2,3,4,5,6、球速2キロ上げる、ワンチャン22が出て150に乗る、その夢を見ましょうか。あ、12、いやー来ないでしょ、大丈夫でしょ。ほらね、150も乗らん。いや、現実にいそうだな。現実味ある選手ができましたということでね、これ悔やまれるのが、進藤さんがいたら9プラ1コンスタプラ2ずつ綺麗にワンランク上がるというね。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定しました。名前、星389から、ミハックくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。星の割に強いんじゃないかな。変化球、そして特殊能力が強いので、オープナー期待できるかと思います。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 4.91。球速でしょうか、149キロ。変化球と特能は良かったと思うんで、悔しいです。200イニングはよく投げてくれたんですが、12勝9敗。負けがちょっと多いかな。5割7分1厘の勝率ということで、あとは、4完投の1完封。まあ、ここは頑張ってくれたかな。今回、調子次第という起用法にしたんですが、188個はチーム最多ではある。率もいいんですが、全体ではかなり低いです。ということで、今回のミハクくん、よく頑張ってはくれました。ただ、全体的な数字、あまりよろしくありませんでした。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。